ボストンのフリーダムトレイルというのはこういったライン赤いラインに橋がグリーンになっているこういうラインを、ね、沿っていくといろいろなヒストリカルなところに行けるようになっています。 見つけました。ポールリベアーズハウス。こんにちは、ゆこです。今日もえっ、ー、とボストンの観光スポットの紹介をしたいと思います。今日行ってきたのはポールリベアさんの昔の家です。で、ポールリベアって誰やねんってちょっとみんな思ってるかもしれないんですけども、このポールリベアさんはえっ、ー、と。 アメリカ、そして特にマサチューセッツ東海岸とかではもうものすごい有名な方なんですね。まあ歴史上とっても有名な方で。で、この,この方の説明をするには、まあちょっとアメリカがどういうふうにできたのかっていうね、この歴史の話をね、ちょっとするとわかりやすくなるかなと思います。 なので、まあ、ポール・リベアさんの話からは、ちょっと初めそれてしまうんですけれども、まあ、アメリカの歴史の話をちょっと今からできたらなと思います。アメリカは昔、 独立する前は、イギリスの植民地でした。そして、まあ、その時、当時は、まあ、イギリスがいろんな国と戦争をしていて、で、その戦争資金をね、あの、稼ぐために、まあ、アメリカにいっぱいいろんなものから税金をね、取ろうということになって、で、いっぱいアメリカに住んでた人になんか、まあ、負担がかかるような、なんか税金がいっぱい作られたんですね。でそれで、まあ、アメリカは、そういうのがすごい市民がすごい不服に思っていて、で、 どうしてもそのイギリスの植民地がもう嫌やっていう風ななんか思いがだんだん高まってきたんです。で、一番多分このあの有名なボストンで有名なお話って言ったら皆さんなんかあのボストンティーパーティー ボストン茶会事件っていうのを聞いたことあるかもしれないんですけども、このボストン茶会事件っていうのは、はじめなんか名前だけ聞いたらボストンティーパーティーって言って、なんかちょっと楽しそうなイメージなんですけども、全然楽しいものではなくて、当時、まあなんか、あの、イギリスがね、いろんな税金してき、あの、かけてきてて、で、一番初めにかけてきてたのが、多分ペーパー、その印刷された紙にかかってくる印紙税みたいなやつだったと思うんですね。で、それが英語ではまあ、スタンプアクトと言いますけども、そのスタンプアクトも、 まあ、直接、こう、新聞とかね、みんな買いますから、そういうので市民がすごい反発とかして。で、なんかお茶にかかってくる税金も市民としてはすごい嫌やったんですね。まあ、他のエッセンシャルなものでもいっぱい税金かかってきてたんですけれども。で、それが、まあ、イギリスの会社で、まあ、その東インド会社っていうのがあって、まあ、そこからアメリカは、なんかあの、お茶を輸入するような形で、なんか入って、お茶がアメリカに入ってきてたんですけれども、まあ、そのお茶に関するなんか税金がすごい高かった。 で その当時、なんかそのお金を持っていった、こうビジネスで成功していた、もともとマサチューセッツに住んでた人たちがいて、で、そういう、なんかビジネスマンはですね、他の国から、もうイギリスからお茶買うん嫌や,やってことになって、他の国からね、ちょっと密輸みたいな感じでお茶を買ったりとかしてて、そしたら今度はもうイギリスが、ほなやと自分の作ってるお茶だけ税金なくすからって言って、そしたらなんかアメリカで自分のイギリス製のお茶だけ、イギリスが作ったお茶だけすごい安くなるみたいな。 感じになってでも結局アメリカ人もいろいろ分かっててでイギリスのものを買うとイギリスにお金が渡ってまたそのイギリスが戦,勝戦争するじゃないですかでその戦争責任になるっていうのは分かってたからイギリスからお茶を買いたくなかった。でこの1773年なんですけれどもこのボストンハーバーにですねそのイギリスのお茶の会社の東インド会社の お茶を積んだ船が泊まってたんですねである時市民の人たちがプロテストでですねまあ、その船に行って で,で、そのふ、あの、お茶っぱですね。お茶っぱ、もう船に積まれてたお茶っぱを全部水の中にね、投げてね、もう本んなんやったらもうめっちゃムカついてるから、もう本来やったらこのお茶、水の中投げてもうお茶作るわっていうような感じで、バーンっ,ってお茶を投げ込んだっていうのが、ボストンティーパーティー、ボストン茶会事件って呼ばれています。これが1300、えー、1773年に起こるんですね。 で、ね、そっからちょっと経ってからなんですけれども、だん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 もう市民はもうどうしても、 あのアメリカは独立したい、もうイギリスにいろいろこうなんかされんのは嫌やってて特にその社会事件があった後、ボストンのそのボストンティーパーティーがあった後ですねはなんかまたイギリスもそれで怒って本来だったら弁償せよみたいな感じになってでまたさらにマサチューセッツに住んでる人たちをこう締め付けるような法律をいっぱい作ってきます。それでも市民はすごいい不満が溜まっていて、だだだだんだんだんん 戦うっていうかもう独立すすするんんやみたたいいな気持ちがすごい高まってたんです、ね、で、それでアメリカの方もいろいろ武器とかをね持ったりとかしててでもそういうのがイギリスが分かっちゃって1775年にイギリスが、まあ、たくさんの兵隊をねマサチューセッツに送ってくるっていうことになったんですね。 で、ここで先ほど言ったこのポール・リベアさんっていうのが活躍します。このポール・リベアさんは、まあ、ちょっとなんでこの人分かったのかなっていうのはちょっとそこまで私わからないんですけども、この1775年に、レキシントンとコンコードっていうね、街がね、マサチューセッツにあります。で、そこのコンコードに、まあお金持ち、当時お金持ちあった方なんですけども、なんかそこに武器とかをね、隠してたって言われてます。 で、イギリスはそのコンコードに来てね、その武器を潰したりとか、あとはその当時、あの、お金持ちあって権力のあったジョン・ハン・コックとサミュエル・アダムスを捕まえようというふうに来るわけです。で、それをポール・リビアさんは、また誰よりも早く分かって、で、それで有名なお話があるのは、まあ、そのポール・リビアさんは、 馬を借りてですね、当時彼はノースエンド、ボストンのノースエンドに住んでたんですけども、馬を借りて、その馬に乗って、夜中バーッと走って、で、そこに、あの、ジョン・ハン・コックとサミュエル・アダムスさんに、ま、逃げてと言いに行きます。で、このポール・リビアさんのおかげで、ま、サミュエル・アダムスも、えー、ジョン・ハン・コックも逃げることができて、 でも、このバトルオブレキシントンコンコードというのは、やっぱり行われて、まあ、イギリスとアメリカが、まあ、初めて武力を使って、あの、戦ったと言われています。そして、この戦いが、まあ、アメリカンレボリューションウォー、 これが日本語でアメリカ独立戦争の一番のきっかけになったと言われて一番最初のきっかけになった戦いやって言われています。なのでマサチューセッツっていうのは、まあ、アメリカのどういうふうに独立したのかとかアメリカの歴史にとってもうすごいいろんなイベントがいっぱい起こってるところです。そしてその 戦いが1775年、歴史ントンとコンコードの戦いが終わって、そこからまあなんかイギリスとね、 もだだだだん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 戦争が始まりまりすそしてまあアメリカはまあ後にねあのちゃんと独立することができるんですけれどもまあ初めの方はアメリカとイギリスこう対立してたんですけれどもアメリカそんなに強くなくてですねやっぱりまだイギリスの方が勝ってたんですけれどもまあ後にまあヨーロッパのねいろんな国まあフランスとかスペインですねそういった国がまあアメリカ側のサポートについてで最終的にアメリカは 戦争に勝つことができて、無事独立することができました。 でも、その、なんやかんややってる最中にもね、実はアメリカはもう独立宣言というのをしてしまってて、で、それが1776年、このコンコードとかの戦いがあった翌年ですね、7月4日に、まあ、アメリカ独立宣言しています。なので、アメリカの独立記念日っていうのは、1776年7月4日というふうになっていて、今でも、毎年ですね、7月4日になると、もういろんな州で、あの、花火が上がって、本当に、あの、今でも、 お祭りモードですで私もあの今年のねあの花火はちゃんと7月4日に上がったので、まあ、その時の動画を撮ってあるんでそちらも興味があったら是非見てください。 そしてこのポール・リベアさんなんですけれどもポール・リベアさんはこの独立した後、アメリカが独立した後もですねいろんなビジネスで成功されて、えー、と結局1818 18年まで生きて当時彼は83歳でこの世を絶たれました見つけましたポール・リベアズ・ハウス。 なんか思ったよりちっちゃいんだ <laughs> ノースエンドにあるみたいですねイタリア人街とここに書いてるのがポール・リビアのハウス。 これは、えー、1680年に建てられて、えっ、ー、と、最後の、もう残ってる最後のこの17世紀のボストンみたいです。すごいですね。ポール・リビアがこのお家に住んでたのは1770年から1800年。うーん、すごい歴史を感じます。 うんほんとボストンってねなんかすごくって。 本当にあの一番古いレストランとか一番古いバーとか一番最初にできた公園ボストンコモンですね。それから一番最初にできたパブリックガーデン、ボストンパブリックガーデンとか、あとハーバード大学もそうですね。ハーバード大学がもともとできたのは、まああのイギリス植民地の時からできたんで、あの、これはもう本当のこのバトルオブレキシントンコンコードよりも前です。 なので、もうアメリカで一番古い大学って言われているのが、まあ、ハーバード大学、ユニバーシティなんですけども、だからね、ボストン、本当にあの、歴史関係にめちゃめちゃ熱い <laughs>、あの、ところなので、まあ、ボストンに行った時にもね、ぜひ、あの、 アメリカの歴史スポットにも行かれたらどうかなって言ってそしてなんかその行く時に、まあ、歴史のことをねちょっとこうなんか YouTube で見たりとかなんかちょっとネットで読んだりとかしてそういうところに行くとねさらに面白くなななるんじゃいいかなと思います。今日はボストンにあるポール・リベアの家のお話と、まあ、ちょっとしたアメリカがどういうふうにできたという歴史の話もしました。 えとこういうねアメリカの歴史とか古いものとかもなんかまた見てみたいわっていうのがあればあのぜひグッドボタンですとか、まあ、コメントとかで教えてくださいまたあの今後の参考にしたいと思いますでは今日もご視聴ありがとうございましたボスさんすごい可愛くてただこういった道が多いのでちょっと歩きにくいです 道がすごい日本みたいにすごい狭いです。